爽やかな風、爽やかな太陽、爽やかなひととき、そして火曜夜7時からの1時間は最悪なラジオ、最低なラジオ、お下劣ダンプラジオ。そう、あなたを悪夢に導くセクハラジオ、パワハラジオの決定版、ダンプエッジボーイのやっつけラジオナイトメアスタート。放送事故スタート。あ、俺のラジオ人生はジ・エンド。ダンプエッジボーイのやっつけラジオナイトメア。この番組は DOB エンターテインメントとシステムプラザあゆみの提供でお送りいたします。大切なゲスト様を大切にいたぶるコーナー、いけにえゲストコーナー。いけにえゲストよ、ダンプラ城の恐ろしさを知るがいい。さあ、十字架、数珠、ニンニクを持ってかかってこい。ニンニクより臭い俺のカレー臭を食らえ。わー、俺が倒れそうだ。ウェルカーム。本日のいけにえゲストはシンガーソングライター倉沢よしえさんの登場です。さあ、倉沢よしえ様、お手柔らかにお願いします。ははー、皆さんこんばんは。今日のいけにえはもう初っ端からもうね、あ、打ち合わせからいけにえにされてるの僕の方ですけどね。今日はですね、東京で大活躍中で活動中の倉沢よしえさんです。倉沢よしえさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。どうも。もう打ち合わせで疲れちゃってるね。いきなりもう疲れちゃってもう、皆さん分かってください。夜の録音ですから、もうよしえさんはお酒飲まなきゃもうね、燃料、車がガソリンをね、ね、燃料入れるのでしょう。はい、倉沢よしえはもう、はい、生ビール、焼酎、泡盛りということでね、はい。ありがとうございます。うん、いや、倉沢よしえさん、僕のラジオ初めてということでね、はい、ありがとうございますね。本当にあの、多分ね、黒歴史になると思いますけどね、このラジオに出たということがね。本当にね、ありがとうございますということでね、人生の最大の本当にお名をねなってしまうと思うんですけどね。そうですかって喜んで言わないでね。本当に俺自分で僕ってそうだったんだよしえちゃんって感じになっちゃうからね。ね、というわけで倉沢よしえさんというのはですね、シンガーソングライターでありますよね。ギターを弾きながら、はい、もう独特な歌を奏でるね、まあ、僕とすればね、あのこの前もですね、僕の友達のですねアニメナルトの主題歌を歌ったザ・マスミサイルのボーカルの高木よしきよっくんのね、番組でこのね、倉沢よしえさんのね、東京を流したらね、彼も喜んじゃって、まさかのコメントが出たんですよ。皆さん、今まで僕も 何十人と紹介して、曲も紹介してるんですけど、そのコーナーで、はい、そこで今まで僕がこの中でこのコーナーで一番好きな声だって言ってましたね、よしえさんの声。嬉しい。あれすごいことです。俺の声なんて汚いとしか言わない。あのよ、ねえ、ねえ、ほんと分かるけどね。あれ、それ、倉沢よしえさんだからね。ねえ、ねえ、ね、うん、認めないでよしえ。よしえ納得すよ、そこで。鼻ほじりながら言わないで。悲しいわ、私。ねえ、ねえ。そしたらすごい喜んでくれて、本当に褒めまくり。褒めまくったのが、まあ僕もちょっと自信あったんですよ。僕の大好きな東京を、これを聞けって言って送ったら、感動しました。嬉しい。僕もね、よしえさんの歌と出会う前から家を感動されてるんですよ。それは関係ねえか。ねえ、すいませんね。うんこロマンなんかやるもんで、ね、感動されるんですよね。すいませんでした。本当ですよ。ね、いや、本当に、そう言わないで、言わないで、痛たたたた、痛たた、胸に突き刺さる五寸釘やって、わら人形の釘刺すな、よしえ。やめなさい。ねえ、ね、ありがとうございます。長いよ。長い、そうそう。これが俺のラジオだ。30分もあるんだよ。だから長く行かなきゃね。はい、ね、そう、はい、そんな中でね、あの、本当に大反響を受けましてね。素晴らしかったですね。まあそんなね、よしえさんの歌もね、今日はねちょっとねチョイスしていこうと思うんですけど、はい、倉沢よしえさんはどちらの出身ですか。はい、今東京ですけど、私宮崎県日向市出身です。宮崎県日向市ね。え、あのよく沖縄とかでもね、よくあの 歌ったりとか聞いてたんですよ。沖縄はどんな関係ですか、よしえさんとは。沖縄は沖縄の大学に進学して4年間住んでいたので、はい、あ、4年間大学、それでじゃあ沖縄の、あ、僕違うんだ、東京に大学行ったと思ってたんですよ。え、どうして東京に来たんですか、上京。東京は就職で来ました、はい、一度ね。え、就職、え、歌じゃなくて、歌じゃなくて、もうあの OL 推しに
来たんですよ、東京は。大学行った時に音楽を始めて、就職活動とか、あとは、はい、あの教員採用試験とかが ある真っ最中に。教員になろうとしたんだ。教員に。そうです、そうです。あ、はい、ちょっと似合うかもしれない。ね、本当ですか？コラダンプ勉強しなさいってちょっと言ってみてください。せーの、コラダンプ勉強しなさい。そんなうんこみたいな歌歌ってないで。あの吉江さん、アドリブすごいですね、はい、アドリブすごいですね。あなたなラジオ慣れしてますよね。え、弱ったもんで ね、あ、なるほどね、はい、やけど勉強したくなる。そうなんです、性教育を。あ、それでもない、何でもないです、すいません。いね、はい、あ、もう、そこで英語、はい、そう、はい、勉強してたんですけど、大きな音楽のオーディション番組とその、はい、あの採用試験の時期とか、うんうん、就職活動の時期かぶっちゃって、あらま、もうそのオーディションちょっと落ちちゃったんですけど、うんうんうん、オーディションの方に行っちゃった。あ、そうそうです。あ、え、じゃあその後けど行けばいいし、まだ受ければよかった、ね、いや、もうその終わった時期にはもう、ああ、そうか、1年に1回か、これも、そうです。なので、ええ、もう一回就職しようと思って。だからもう英語のね、はい、そのね、先生になるための試験とかぶって、それでオーディションを選んだから、はい、あ、はい、そうか、こっちの英語の先生を諦めた。諦めたし、うん、もうその時期には、うん、就職先がもう本当に限られて。あ、そうか、4年。うんうん。なので東京に行ったらいろんな仕事があるから。あ、それで東京に来たんですね。もうこれドラマですね。本当ドラマだ。オーディションに行ってからね。なるほど。それでじゃあこちらの方に来て、あ、ちょっとまたね、その話をまたね、ちょっとこれからまた聞こうと思うんですけど、まあ、吉江さんはもうね、やっぱシンガーソングライターとして、こう今ね、歌作ったり、歌歌ってるんですけど、アーティストになろうと思ったきっかけなんかあったら教えてもらいたいんですけど。アーティストになろうと思ったきっかけは、はいはいはい、大学2年生の時に、弾き語り、ギターの弾き語りをようやく始めたんですけど。え、あれ遅くないです？ギター。え、あんなうまくてギターを、もう全然まだまだなんですけど、うんうん、まあ、ちっちゃい時にピアノをやってたりとか、ピアノ、うん、そう、ピアノ、ピアノもやってて、うん、高校の時にほんの少しだけドラムやってたりとか、うん、ドラムやって、そう、じゃあで高校の時の部活は軽音とか吹奏楽。高校の時はハンドボール部。全く違う顔が出てきましたね、これ。ね、か、全く違う。ハンドボールでね。はい、あ、なるほどね。ほ、うん、で、相手に投げつけたのが音になったということでね。ねえ、それまでよ。ね、素晴らしい。今じゃもう、たまにはいいこと言いますね。ねえ、そう、5万年に1回あるでうるせえよ。ね、ね、すいません、すいません。ね、今の状況で、僕の今の一言で、サッカーで言えばハンドでございますね。ね、ファールでございます。ありがとうございましたね。昨日徹夜で考えました。考えてねえか。すげえ。え、それ大学へ行って、ギター、はい、そうですね、大学の時も少しだけドラムやってたんですけど、うん、なんかもっとフットワーク軽くやりたいなと思って、はいはい、持ち運びも割と簡単で、電源がなくても演奏できる楽器ってなったら、うん、やっぱアコースティックギターしか思い浮かばなかったので。いや、だけどね、英語の先生の塔を蹴ってオーディションに行ったり、東京に就職だなんて、はい、そんだけの人間性がこう重いじゃないですか、うん、絶対ピアノだってね、え、グランドピアノだって平気でなんか背負って東京に来そうな吉江さんですけど、ね、電源だって自分がハムスター何十匹とか飼っていきなりでくるくる回せて、お前たち早く自家発電しなさいみたいな感じで、うんうんうん、なれるんだけど、うん、もっと軽く行きたかった、うん、でもフットワーク軽く、やっぱでギターにしたんだ、はい、そうだ、ギターならいらないもんね、そのまま弾けるもんね。そう、アンプラグでもいけるので。なるほど、それでギターに移って、あら、まあ、そこからやっぱいろんなところに歌いに行けるようになったので、うんうんうん、本当に音楽の縁がいろいろ、それこそ東北とか、あ、いろんなところでつながって。そうだ、気仙沼でもやってましたよね、気仙沼で。この間ビアフェスタで歌ってきた、うん、あ、ビールもそうだ、あ、やっぱここで来ましたね。そうそう、ビールがあるとこ、ね、倉沢義しありね、やっぱすごいですね、燃料はガソリンじゃない、いや、ビールです、はい、ね、そうそうそう、もうそろそろ手が触れてますんでね、ね、早く、ね、早く飲まなきゃ。あ、そうなんだ、そうなんだ、いや、ビールより、ね、ビールよりお金が好きなダンピアジボーイです、すいませんでしたということでね、ちょっと質問したいんですけど、好きなアーティストさんは誰ですか。はい、うん、好きなアーティストさんはもう本当たくさんいるんです。
ですけども、やっぱ昔からもう生き方だったりとか、そのスタイルとかだったりにずっと憧れを持っているのは、スタイルですか、すいませんね。ね、はい、今、お年ですよ、皆さん。お年、これ、脅迫です。吉江脅迫です。ちょっと黙ってもらっていいですか。で、そうそう、ね、ね、喋らせろ、どうぞ。はい、どうぞ、はい、そういうのに憧れを持ってるのは、うん、竹原ピストルさんと、いいね、中島みゆきさん、ね。うわー、中島みゆきは心にね、ね、わしづかみするような歌ばっかですからね。そうですね。あ、なるほどね。うん、じゃあ、このスタイルがいいということでね。はい、よくまあカバーしてますもんね。ね、皆さん YouTube ぜひ見てください。カバーさせていただいてますね。ね、うん、かなりね、もうね。いや、だけど、この中島みゆきさんね、竹原ピストルさんもあるんだけど、やっぱ歌は全然、オリジナルの倉沢義江ソングはなんか自分かぶってこないんですけど、はい、やっぱオリジナルって感じがして、うん、他にはないって感じがするんですよ。だから、いや、本当ですか、ね、YouTube とかそういうの、ね、見た時に、あ、カバーやってるんだと思って好きなんだなと思って、けど普通好きならばなんか似るとこもあるじゃないですかね、結構、はいはい、でもそれがなく、うん、なんか自分を語ってくるっていうか、なんかすごい、もうそれがびっくりしちゃって、世界観をすごいなんか歌で出してくる。だからギターを弾くというより、なんかギターも歌ってるような気がするっていうのは、これが不思議だなっていうね。声の一つ一つもね、なんかね、まあ、たまにはお世辞言いますよ、僕だって。そうですね。ねえ、ね、いや、そんな、あの、お世辞じゃねえか、はい、ね、失礼、単なる親父でございます、親父ね、それ関係ねえな。でそこで、うん、この放送がですね、吉江さん、神奈川県でございます。はい、倉沢義江が、神奈川と言ったら、これ、はい、何でしょうか、神奈川スポット。倉沢スポット。神奈川といえば、うんうん、小田原です。渋い、小田原城って感じ、小田原城立っちゃう。小田原、なんで小田原は何でしょうか、北条氏。小田原は、うん、私が、本当に結構前なんですけども、うん、お世話に、はいはい、とってもお世話になってた釜飯屋さんが、うん、釜飯ありまして。やっぱり食べ物でつながりますね。釜飯屋さん。けど釜飯美味しいもんな。美味しいもんな、釜飯ね。この釜飯屋さんがあって、よく行った、うん、そうですね、正確に言うと大磯にある釜飯屋さんだったんですけど、はい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 、もうなくなったんですけど、その釜飯屋さんが、うんうんうん、私の歌をすごい気に入ってくださって、釜飯屋ライブとかしたりして。すごい渋いよね、ビール会場でね、倉沢義江ね、釜飯屋で来る、それはね、箸が止まらなくなる。よかった、僕もこの釜飯屋に聞いてたら多分ね、いっぱい食べちゃうね、お腹いっぱい、胸いっぱい、夢いっぱい、倉沢義江ということでね、ありがとうございましたということでね。いや、すごいね、いろんな、いや、形にこだわらない歌があり、歌う場所によっても形にこだわらない倉沢義江っていうのがあるんですよね。場所は本当こだわらないですね。いや、そう、本当すごいですよね。ねえ、そのうち僕がお葬式の時はぜひ中山レーンで歌ってください、お願いしますね。あ、わかりました。ぜひ、ね、言っていただければ、ね、地獄に落ちろなんて、喜んでるぞ、喜んでる、ちょっとね、ね、まだまだ肉まれっ子にはばかれて頑張りますね。すみません、ね、そのじゃあ次の質問に入りますけど、東京に今いるじゃないですか、はい、東京。倉沢義江の皆さん、リスナーの皆さん、東京の倉沢義江スポット、ここだよ、どこでしょうか。もう本当に言いたくないです、うんうん、いや、それはちょっと誘導尋問かけてカツ丼取るか、カツ丼ライブやります、これからね、倉沢義江カツ丼ライブで、ね、取り調べっすかね、はいはい、言いたくないですよ、だけど、うん、ダンプ親父ボーイさんのラジオなんで、本当にここだけの話に、うん、本当に僕もう本当感情がこもってない呼び方ですね、僕の名前ね、ね、ありがとうございますね、で、うん、それは何だろう、はい、いや楽しみだ、ホストクラブ、私、うん、違うわ、ちゃうね、ちゃうね、ナイスツッコミ、はい、ね、お、今度大阪行こうぜ、ね、あ、はい、失礼しました、私が、行きつけとかじゃないんですけど、あ、ではない、何か心がね、ちょっとこうギュッとなった時とか、うん、あるあるある、そういう時、そう、うん、そういう時に行きたいなって思っているわけだって。いいね、いいね、そこはみんな行ってみたいね、うん、そこはさ、はい、どこでしょうか。駅がエコタ駅というところにある、エコタ駅にある喫茶店ブナというお店です。ブナ、ブナは、カタカナでしょうか。あ、ひらがなです。ひらがなのブナね、ここは本当に言いたくないんですけど、うんうん、はい、なんかナポリタンが美味しいとか、いや、
美味しいとかっていうよりも、もう空間、うん、時間を楽しめるところで。時間をだ、なんて贅沢な、もう、タイムイズマネ、時は金なり。ね。そう。え、時間をね、贅沢に楽しめる。時間を贅沢に楽しむ。コーヒー一杯でも楽しめちゃうってことだね、じゃあ。そう、まず、うんうん。あの、とっても広いんですよ。いいです。東京ドームぐらい。いや、そんなじゃないんですけど。もう、あの、レジに向かうだけでもね、はい、あの、迷子になってしまうというか、そこまではない。ね、失礼いたしました。僕の今、そこまではないんですけど。トークが迷子でした。すいません。ええ。はい。はい、ええ。なんですけど、で、天井も高くて、うん。いや、いいね。開放的なんですよ、うん、とっても。いや、そう、広さだ、そうだよね。テーブル席もあるんですけど、カウンター席があって、うん、私このカウンター席がすごい好きなんですけど。それはまたなんで？前にカウンター座ったら、目の前に何段もね、はいはい、棚がつけてあって、はいはい、その棚にいっぱいね、マグカップとかティーカップが並べてあるんですよ。え、コレクションかな、マスターとかの。これを中の好きなマグカップでコーヒーを入れてくれる。うわ、贅沢。選べるんだ。選べるんですよ。飲みたいカップを選べる。え、じゃあよしえちゃんはいつもどんなのでします？大体どんなようなティーカップに。私は本当にいっぱい飲みたいので、うん、あ、大きめだ。大きな質より量を暮らさ、よしえです俺も同じ、俺も同じ。そう、大きな、うん、はい、あるんだ、うん、値段は一緒？コーヒーとかの一緒です。うわ、それはでかいのがいい、うん、俺もそうだ、でかいのがいい。でもね、でもね、うん、そのちっちゃいティーカップとかも本当に、うん、多分すっごいいいカップで、これ高いんだ、かわいいんですよ、高級んだ、高級。そう、それを眺めながらね、コーヒーを飲みたい日もあるので、贅沢、そう、あえてちっちゃいのを、そう、贅沢なんですよ、贅沢ね、本当に、うん、今ね、すごい熱く語ってたんだけどね、もう本当にもう選挙戦に出る倉沢義雄を聞いてるようでしたね、今ね。ねえ。でも、それから、あの、酔っ払ってる上司が、あの、ねえ、ダメな社員、ダンプヤジボに説教してる、ねえ、居酒屋で説教してるような感じで、いいか、マグカップは大きい方がいいんだ、おめえ、なんて感じでね。いやー、けど、なんか伝わってきた。いや、ここは行ってみたい。すごい。行ってほしい。うん。本当に。ねえ、じゃあ、面白かった。で、じゃあそこでもちろん4年間行って、人生がね、こうね、はい、アーティストに変わった沖縄のヨシエスポット教えてください。もう沖縄のヨシエスポット本当に一つしかないんですけど、うん、いや、それはまたどこ？沖縄県本部町なんですけど。本部町、あの、すっごい北の方にある、ね、北の、そこから2時間ぐらいかかります。いや、それは結構遠いね、結構遠いね、遠いんですけど、うんうんうん、海もすごい綺麗だし、そこで美ら海水族館とかがあるけど、そこに、その本部町に、本部町に根付いて、活動しているシンガーソングライターのお友達のマンナユーナちゃんという子がいるんです。マンナユーナちゃん、そうで、マンナユーナちゃんはお友達なんですけども、この子が、店長をやっている居酒屋があるんですね、はい、名前の方言えますか？ティンガーラ。ティンガーラ、ティンガーラ、ティンガーラっていうのはどういう意味ですか？はい、天の川という意味。うわー、もう飲めちゃう、もう星が見えるくるくる回ってても飲めちゃう。いやー、すごい、ティンガーラ、いい名前だ。う、うん、で、ここはこのね、うん、ご飯が、うん、ご飯の話ばっかりです。申し訳ないですけど、ご飯がもう本当に美味しい。うん、もう倉沢義恵がね、もう今まで東京っていうね、イメージあったんですけど、歌で、はい、今じゃもうね、ご飯で全然なってますからね。ねえ、イメージが。次、ご飯っていうね、歌をね、ぜひお願いしますね。ね、全国の美味しいご飯をね、歌にしてください。いや、すごい、ここのおすすめは何ですか？ティンガーラ。このおすすめは実はですね、うんうんうん、まあ、もちろん全部美味しい、沖縄料理も提供してます。いや、いいな。全部美味しいんですけど、うんうんうん、けどもオーナーの方が、うん、あの、博多出身なんですよ。博多といえばもちろんもつ鍋。もつ、聞いた聞いた、もつ鍋。え、沖縄でもつ鍋食べれちゃう、贅沢、本場の。沖縄でもつ鍋を食べれちゃうんですよ。いや、それすごいね。そうなんですよ。一度に二つ、だってね、九州と沖縄行ってような感じですよね。で、あと天の川、宇宙まで行って、三、うん、つ感じられちゃうんですね、ここね。素晴らしい。三つ感じられます。感じられますよね。はい、すごい、ね。これ、萬田祐奈さん歌ってくれるんですか、これ。歌歌ってますよ。うわ、歌歌ってくれる？あの、ちょっともつ鍋食いながらちょっと一曲歌ってくださいってなれば。あのね、毎晩かな、うん、確か毎晩だったと思うんですけど。いや、それは民謡ライブしてるんですよ。いや、それ行きたい、行きたい。そう。すごい。沖縄の民謡はね、いいからね。歌歌ってくれますよ。
いやちょっといいですね、ぜひ今度はね、うんころカレーを食いながらうんころハッピーダンスを僕がよしえちゃんに歌ってあげますのでね、僕絶対怒られるな、ね、失礼しましたね、ね、ね、はい、すいませんでございました、ね、はい、でも放送事故になってしまいました、すいませんでした。でやっというここで話盛り上がってるんですけど、今日ここで、はい、もう倉沢よしえハート元気ソングこの1曲チョイス、はい、今日は何をおすすめしてくれますか。今日はオンリーロンリーヒューマンという曲を聞いていただきたいと思います。うわー、またこれじゃちょっと聞いてみましょうかね。じゃあ曲紹介お願いします。はい、倉沢よしえでオンリーロンリーヒューマン。好きなだけ泣いて、好きなだけ笑え、誰もがそうさ、君もオンリーロンリーヒューマン、自分を信じて向き合い続けていれば、誰かを愛することもできる。まだ冷たい風一部咲きてもにぎわう街は今日は晴れ、木陰座って青く澄んだ空をかけるジェット機を見て、旅立ちの日が近づいてんだ。イメージした、もうすぐこの街を離れることになるけれど、やり残したことはない、いや一つだけ伝えたところで仕方のない、また新たな倉沢よしえ聞かされちまったなって思ったんですけど、で僕あのこの歌い方じゃないんですけど、僕好きなのアーティストで急に思い浮かんだのはこれ、オンリーロンリーヒューマン聞いて、笹尾のサーズの桑田さんの奥さんのあの原優子さんで何か被ってきました。で令和の原優子倉沢よしえみたいな感じで、ちょっとごめんなさい失礼だったらごめんなさい、ただ原優子さんの歌も好きなんですけど、結構そこでこうね、この時代にうわまたこういう歌い方してくれる人がいるんだとか、歌をあのドラマとしてじゃないけど一曲の何かこう物語として作り上げてくるのを、この音楽と歌詞と歌声で来るのはすげえなと思いましたね。これね、嬉しいこと言ってくれますね。もう本当にググりましたから僕ね。そうそうそう、けどこれ本当に思いました。いやーで素晴らしいね、本当ね。これ どんな気持ちで作りましたか。じゃ あこれはですね、実は提供していただいた曲なんですよ、はいはい、あそうなんだけど、歌い方がねすごいやっぱねオリジナルだから、倉沢よしえ感が出てて、ね、自分でずっと曲作ってきたんですけど、うんうん、ちょっと新しい私になりたいなと思って、バラシも進化し続けてどうするんですか。進化し続けてこのままいったらもうね、稲田からハマチになってブリになって倉沢よしえになるんですよ。すごいですねこれその出世王じゃないんだ、進化しまくりね。いや嬉しい、ね、もう本当にこのままずっと生き続けてるんですよ。もう本当に人生進化し続ける倉沢よしえ。いやーけど素晴らしい歌を本当いつもありがとうございます。まだ ね皆さんもぜひ、ね、倉沢よしえのね、はい、ぜひ YouTube もそうだし CD もぜひお求めになってくださいということでね、お願いします。というわけでここでですね、いけにえゲストにこれのいけにえクエスチョンテーいきまーす。わーわー、アーティストに10個のこれ、実はまだ倉沢よしえさん何が質問されるか全然分かってません。全然分かっておりません。だから突然放送事故になる可能性もありますけど、じゃあ早速いきます。第1問、アーティストになっていなかったら何になっていましたか。私はお花屋さんです。英語の先生かと思ったまた進化し続けますね、またね、就職先も進化。俺英語の先生ってなると思ってさっきこれ、うん、出たからこれ被っちゃうのかなと思ったんだけど、お花屋さんになる、これ進化本当に今ね現実的に考えた結果です、うん、素晴らしい。もっと他になりたいのはたくさんあるんですよ、その、うん、アー
ーティストにならない人生でまた18とか17からやり直せるんだったらお花屋さんじゃないですよ、うんうん、あ違うんだ今だから他の人生をそう選ぶって言われたらお花屋さん、うん、花けど似合うかもしれない花がでもうね、うん、僕もねよしえちゃんが花屋さんだったら、うん、よしえちゃん、はい、僕に似合う花はい菊の花ありがとうございますということでねなんか言いそうで怖いねそれとかダンプさんあダンプさんだいぶあれですね年配になってましたよねはいドライフラワーだってねどうしてだって感じでね干からびてますダンプやジョボイですねたまに面白いうるせえよたまにじゃねえよ本当にね、はい、というわけでねいつかお前を本当にドライフラワーの身にさせてやるありがとうございますじゃあいきますよ第2問次生まれ変わったら男と女どっちがいい男ですやっぱり男、うん、それはやっぱりタッションしてみたい、うん、ありがとうございましたということでなぜ男いやいや1回女性を経験してるからという理由だけですなるほどね男ね、はい、結構これねやっぱ女性アーティスト分かれるんですよね女の子がやっぱあのおしゃれできるしとかねいろいろ言うんですよねで俺がおしゃれじゃないから俺に言ってんだなと思ってねとても胸を痛くするんですけど今日は良かったですね男だったら一緒にじゃあね酒を飲みましょうねティンガーラでよろしくお願いしますね。で、うん、ありがとうございますね、はい、その後は風呂も一緒に入りましょう、うん、お前ら失礼いたしました第3問いきます第3問宝くじで3億円が当たりました倉沢よしえさん何に使いますかレコーディングですレコーやはり進化し続けるレコーディングそれやっぱりあの好きなマグカップを選びながらねそれ違うぞ そうですねそれ違うぞそれ違うぞねレコーディングのわたもうレコーディングしまくる3億円でけど3億円で余りますよ3億円でレコーディングしたり、うん、ミュージックビデオしたりとかあのあ今までのクオリティとは全く違うレベルで作ってみたいなっていう、うん、お金をかけて作品を作るということをしたいニューヨークとかでね撮ったりとかもねあるよねもうなるほどやはり歌から離れられない、なるほどねありがとうございますねもう本当にタイムイズマネーでございましたねありがとうございますねじゃあ次いきます第4問本名以外で呼ばれたいニックネームありますかそうよしちゃんよしちゃんまたなんでこの昭和チックな進化し続けるのに名前が急にタイムスリップしましたがねえねえタイムトラベルしました僕はラジオトラブルですけど、ね、よしちゃんあよしちゃんって呼んでくれる友達が、うんうん本当に何人かいるんですよ、うん、何人かすごくわずかなんですけど、うん、すごい仲いい友達なんですけど、うんうん、このよしちゃんって呼ばれるのがなんかすごい好きなんですよね、はいはいはい、なんでかわかんないけど可愛くてじゃあいきますよよしちゃん、はい次いきます今すごいすごい今ねあの すごい今1ヘクトパスカルのね恨みの声が聞こえてきましたねありがとうございます第5問隕石が降ってくるかもしれないかもしれない時に地球最後の日になってしまいました、はい、そんなことはありませんけど地球最後の日何をしますかお母さんとお父さんに電話かけようお父さんとお母さんに電話かけて、うん、で今まですいませんでした ね英語の、ね、教師でやったのにすいませんオーディション出ちゃってっていう感じでわかるなるほどね感謝を伝えますよ感謝を伝えるねもうね今消されましたね俺のね言葉をね、うん、素晴らしいことです、ねうん、なるほど両親に感謝を伝えるということでね、うん、じゃあ第6問いきます第6問今夜イケメンにディナーを誘われました倉沢よしえさん何を食べに行きますかイケメンです焼肉来た肉食系だ焼肉は好きなんですか大好きです焼肉の特に好きな部位タンいや美味しいよねタン塩ねあれは本当美味しいだけどネギタン塩うまいよねけどあれは本当に最初食べた人は勇気あったと思いますけどね、はい、タンね皆さんいいですか、うん、イケメンの皆さん倉沢よしえはぜひライブ後に焼肉に誘ってくださいよろしくお願いします、ね、お願いしますねお願いします財布を忘れてお待ちしております倉沢よしえですねお願いしますじゃあ次いきますよ、はい、恐ろしい第7問来ましたラッキーセブン今夜キモ男ダンプヤジボーイにディナーに誘われました何を食べに行きますか倉沢よしえさんキモ男ですどうぞ焼肉焼肉かいや結局誰でもいいんだ奢ってくれるやね、なるほどね、あのダンプさん席変えてくださいって言ってね、仕上げてよろしくってね、わかりました。やっぱりそこだけはイケメンと違って席が違うということでね、ありがとうございましたね。心が痛くなってこの先続けられるかわかりませんということでね、ありがとうございます。第8問、座右の銘を教えてください。座右の銘。あ、ちょっと本当にない。ない。これは初めてだ。で、倉沢よしえの生き方こそが座右の銘だ。
いや、ね、考えたことなかったかもしれないです。座右の銘の銘って迷うっていう字ですね。そっちの方はね、金編になっちゃう。本当になんか、すごい、その日その時々で変わるから、なんか行き当たりばったり、ねねね、みたいな。でも力強く生きれる、うん、これみたいなないかも。素晴らしい。今まで決めます、決めます、ええ、これから決めます、ね、これから決めますということでね、また決まったらぜひまた報告してくださいね。それはもう正解、はい、じゃあ第9問いきます。第9問、無人島に何か一つ持ってきていったら何を持ってきますか。1個だけ。イケメン、ありがとうございました。でそれは人ですよ、物ですよ、物、はい、焼肉はいやはありませんよ、イケメン連れても。ええ、ライター。ライター、なるほど、現実味を帯びてる。すげー現実味。またそれは何ででしょうか。でっかいライター。でっかいライター、でっかいライター。それはまた、うん、もちろん火をつける、火をつけるけど、うん、でっかいやつ。なぜまたでっかいやつ。なくならないから。もうあの倉瀬芳美さん、第8問座右の銘でっかいライターにしましょう、はい、ね、これでっかいライター ね、 ね、なくならないから、私の夢もなくならないから。でっかいライター座右の銘、はい、倉沢芳美でございます。 でっかいライターを使 、うん、使いながら火を起こして、うんうんうん、あ、そのライターがなくなる頃までには自分で火を起こせるようになっとくっていう。なるほどですね。もうね、素晴らしいですね、うん、僕のこのラジオがもうすでにね、大きいライターも使わずにも炎上してるということで、ありがとうございましたね、うん、ね、こういうわけでね、で、その頃には自分で火をつけれるようにね、はい、あ、なるほどですね、わかりました。その頃にはその無人島、倉沢芳恵島が、うん、あの火を起こしてくれるイケメンが100人ぐらいね、もうね、囚われてるということで、ね、ありがとうございましたね。いいですね、ね、ね、いいですね、うん、ありがとうございますね。すいませんでした。その中には僕は絶対に選ばれませんということでね、座席の違うところで焼肉食ってますからね、支払いは僕ね。じゃあ最後の問題いきますよ。第10問、はいはい、有名人とライブでコラボ、誰とコラボしたいですか。歴史上の人物でも OK です。人物でも OK です。もう亡くなって、お亡くなりられる人でも全然いいです。北京原人でも OK です。ジャワ原人でも OK です。古すぎるな、ね、ええ、志村けんさん。ああ、志村けんさん楽しそうねえ、またなんで志村けんさんを選びましたか。すごい好きで、うん、あの人はいい人だもん。変なおじさんとか一緒にしたいなって。ああ、倉沢芳恵が変なおじさん。大きなライター持って、ね、したいです。全力でやりたい。うわー、あのコスチュームで腹巻きしてね、それで東京歌ったら何万人泣くんだよ、ね、ギャップで。いやー、よかった。クエスチョン10でございますね。またね、クエスチョン10、うん、セカンドもありますから、ぜひぜひ来てくださいね、その時もまたね。 ありがとうございます。いやね、本当今日本当は楽しませていただきましたけど、あの今日の放送がですね、3月の26日なんですけど、この後の何か、うん、なんか良きおすすめのイベントありましたら、倉沢芳恵さん何かありましたらぜひ告知してください。あ、ですね、うん、はい、まず、え、何個でもいいんですか。もう時間がないもんね。そうですね、ちょっと短めにお願いします。あ、じゃあ、わかりました。5月の2日、でっかいライターだけありますね、はい、5月の5月の2日、はい、木曜日、平日なんですが、はい、ゴールデンウィークの前日です ね、 ね、はい、あの渋谷で、あの13会場ぐらい貸し切って、ハグロックフェスティバル2014ゴールデンウィークというイベントがあるんですけども、そちらに出演させていただきます。うわー、素晴らしい。5月、本当に来てほしい。これゴールデンウィーク前ですからね、ぜひ皆さんね、泊まりで行けますので、ぜひ渋谷の方に行ってください。これ13会場ってあるけど、やっぱ出演者多いんですか。多いですよ、とっても多い。うわー、うん、そこで倉沢芳恵を探す。でっかいライターを持ってるのは倉沢芳恵ですよ、皆さんね。ねえ、ギターと、ね、持ってないんですけど、ね、持ってないですよ、すいませんでしたね。ね、ね、本当に、ね、すいませんでございました。いやぜひ皆さん、ぜひこれはね、またね、はい、まあ、その他に何かありますか。もう一個ぐらい、その次の日にも、もう一つイベントを出演させていただくんですが、エンチャンで、それはどこでしょうか。はい、これはですね、うん、いいですよ、詳細がまだ、来てない。言えない。あ、言えないんですね。言えない。じゃあその次の日は皆さん、ぜひ倉沢芳恵ホームページ、開けといてほしい、開けといてもらって、はい、今後ツイッターとかね、 SNS とかでちょっとご確認くださいね、うん、後日ぜひぜひね、はい、お願いします。もうその頃には、あ、で、出てるということでね、開けといてください、はい、ということでね、はい、で、はい、その3日の夜は焼肉をおごってください、倉沢芳恵ですということでね、お願いします。よろしくお願いします。タンですよ皆さん、タン100人前ですよ、タン、ね、ありがとうございました、はい、ね、いやというわけでね、本当にね、
の長々とありがとうございました。で、あのリスナーさんに最後、はい、吉江ちゃん一言あったらお願いします。本当に長い時間聞いてくださってありがとうございました。失礼な DJ がいてね、すごい本当ね、なんかびっくりでずっと喋ってるから大丈夫かなって思ってたんですけどこんなラジオですこんなラジオですね、気にしないでください、はい、ちょっとびっくりしたんですけど、でもあの楽しんでいただけたら嬉しいなって、一番楽しいたら嬉しいなって、一番楽しいのは僕ですね、うん、ありがとうございましたということでね、僕でした、はい、僕でした、ありがとうございます、ね、というわけで今日の生贄ゲストはシンガーソングライター倉澤義江さんでした。倉澤義江さんありがとうございました。ありがとうございました。長々とすいませんでした。関西を中心に関東、東海、北陸などでも活動中のセロトニン系シンガーソングライター西村かなです。詳しい情報は東西南北の西に市町村の村、加工食品の課、奈良漬けの名で検索してください。ダンプ親父ボーイのやっつけラジオナイトメア。FM からつ毎週金曜日午後2時からオンエア、母ちゃん連合のパーソナリティのヒロエ、ユナ、チズです。ダンプ親父ボーイのやっつけラジオナイトメア、子供に聞かせたくないナンバーワンラジオ。ダンプ親父ボーイのやっつけラジオナイトメア、この番組は DOB エンターテインメントとシステムブラザーあゆみの提供でお送りいたしました。またね。お前は何も言わずに部屋から出て行った。お前の背中が全てを物語っていた。追いかけたかった俺、お前を止めたかった。でも下手なプライドが俺の心を制止させた。お前がいなくなった部屋、笑顔がいなくなった場所、光がなくなった今。バカ野郎バカ野郎バカ野郎、俺はなんてバカや。一人きりの女も幸せにできずに、いなくなってからお前の存在が大きく感じる。一人きりになって初めてわかった。追いかけたい謝りたい抱きしめたい、でもできないバカ野郎。こんなことになるなんて想像もしていなかった。マンネリ化になる生活が怖かっただけなの。ただあなたに分かってほしかっただけよ。でも下手な言い訳が大きな後悔に変わる。あなたがいなくなった横、二人がいなくなった時、未来を失った夢。バカ野郎バカ野郎バカ野郎、私なんてバカなの。二人きりでいつも笑っていたいのに、素直になれず強がってあなたを怒らせてばかり。仕事と付き合いばかりを優先してた。仕事が大切なことは分かってるつもりでした。二人の夢を叶えるために頑張っていたつもり。私は毎日愛してるの言葉が欲しかっただけ。言葉にしなきゃ分からんか、言葉にしてほしいの。素直になれない自分。バカ野郎バカ野郎バカ野郎、私なんてバカなの。こんなまっすぐなあなたを苦しめたりして。バカ野郎バカ野郎バカ野郎、俺はなんてバカや。一人きりの女も笑顔にできずに。バカ野郎バカ野郎バカ野郎、愛
言うバカ野郎を今愛してるの言葉がバカ野郎に聞こえるバカ野郎バカ野郎